ああ。おかしいなと思ったわ。どうして指定されたものが変わるんだろうか。出てるな。やろう。なぜかマイクが。何？おお。間違えた。ごめんごめん。全然関係ないもん。ついちゃった。じゃあやりましょう。報告ありがとう。音でかいな。こんなもんかな。こんなもんだな。じゃあやるか。この前やった時何にも進まなかったからな。とりあえず今日は進めたいがね。音量普通と申し上げこう。はい、どうもありがとう。いや、ちょっと案外っつうか、かなりボソボソ喋るタイプやけん。これなんかね、配信終わった後に、これ動画とかが音量残るよう適に、正。動画とか残るようになったんですけど、こうメーター見た感じ、最初の状態やと若干でかいかなと思いましてね。ちょっとメーターをね、音量どれぐらい出てますよメーターみたいなのがそれぞれ項目一つ一つあるんやけど、それを見ながら最初調整しよるわけですわ。これで多分、まあ人によってはマイクでかいっていうかもしれんが、まあ概ねこんなもんでしょうってところですかね。はい、皆さんこんばんは。どうも。メガテンやりよる時間に対してマジでゲーム進まんけん、びっくりしとる。まあ、ひとえに悪魔合体に無駄に時間をかけすぎている。というのはあるんやけどね。あと迷いすぎ。ゴズキ、ミシン合体でゴズキがもう作れるか。レベルが足らんけど。まあいいや。なんか寒いと思ったわ。ストーブつけてない。いえ。未来の分かっとんのに、秒で忘れて話しかけてしまう男。今日は渋谷クリアしたい。もう演歌の鬼やけんな、このゲーム。でもなんか、そのゲームの音量調整とか、NLE とかでやりよった頃はめんどくせえ、マジかよって、これでダメだの、これでダメだの、これでダメだの、みたいな。めちゃくちゃ苦労しよって、まあ、またタイムシフトで調整しとくわ、みたいなこと言ったけど、割と、配信ツール変わってからは、音量メーター見て、あ、おおむねこんなもんでしょ、みたいなの、こっち側で確認できるようになったけど、助かっとるわ。今から思えば NLE どれだけクソツールやったんや。タイトだな。とりあえずもう戦闘しないようにしないようにやっていこう。間違えた。クソクソ威圧していく。
よし。こんな感じで。極力戦いたくない。戦ったら戦っただけ。もう島山さんとかいきなりワンパンで死ぬときあるし。オラオラ言って進めるゲーム。そうそう。実はこっちの方が大して強くなくても、オラオラ殺すぞ殺すぞって言ったら散っていくんでね。これあのヤンキー抜けるゲームですね。あ、やばい。やめろ。こいつハンマーあるけど、ジジイは殺すか。いや、逆。逃げる。トラフーリか、極力チレチレって言って金をせびるか、もしくは逃げる。もうこの二択でずっと行きます。叱るべき時に叱るべき敵をぶっ殺せば、多分普通にレベル上がって悪魔合体もはかどるはずです。ダメか。こいつワーキャットって2回行動タイプなんやな。なんか打撃複数回やるやつ結構おるんやけど、私実は知ってるんです、このゲーム。なんやろな、ストーリー上のネタバレは見たくないんやけど、こうぼやっと何と何を合体させたらみたいなのは知らんけど、どういう悪魔がおるんやろみたいな感じで、悪魔一覧みたいな攻略サイトみたいなんで見よったんやけど、このゲームなんだか知らんが、1回打撃させると11回連続、ゴミ。これが嫌だから、これが嫌だから会話で話をつけてやろうとしていたのに、ほんとこいつ死ねえ、もう殺す。決して許さん。名前も見た目も忘れたけど、どれかな、悪魔が毎回11回ぶん殴れる鬼のような性能の悪魔がいるらしい。蘇生はね、前回買いました。となんか前にも島山さんがワンパンで死んで、はーって言って、もう今日クリアしようとしよったのに、何しろ島山さんって、あ、え、待って、買ったしよ、あ、嘘つけ、いや、買っただろ。玉返りは？え、玉返りって使えないの？嘘でしょ。ちょっと待って。本当にやる。玉返りって蘇生アイテムじゃないの？買ったんだぜ、俺は。バカな。は？舐めてんのか、このゲーム。え、じゃあ、玉返りって買ったけど、何のためのものなの？意味がわからない。あー、でも死んだのプル式か。プル式。これはリセした方が早いやつですわ。プル式なんで、いや、他の仲間呼んでこのまま行きます。来たまえ。あ、ナイトメア弱。まあ、ええわ。悪魔オロバス。打天使オロバスか。彼を呼びます。全く回復タイプじゃないけど。今回踏み込んでいくのも全て下山さんに頼ることになります。オロバスは打撃の鬼だから。下山さんさえ落ちなければ大丈夫なはず。逆に言うと下山さんが落ちた瞬間に帰らないかになるんでね、ワンチャン全滅もあり得る。
ず帰るぞこれ。あ、邪魔くせえ邪魔くさすぎる。金を向こうからせびってくるタイプの悪魔。この位置から、左向くやん、こう来るやん、一歩しか歩いてないのに喧嘩するやん。ワーフうざいわ。なんか最近エメラルドをよく拾うか。こんばんはじゃ、天下無双こんばんはじゃーって、どうもどうも。こんばんはじゃーって、そらもうかわいすぎでしょ。間違えた。あー、よし。一旦で死んでくれるなら全然 OK。うーし、いるわ。3回目突やけど、複雑すぎなんだよマップがマジでありえんから。スーファミのゲームとはいえど、この複雑さは許されんぞ貴様ら。どうなっとんじゃこれ、作ったやつの頭は。メガテン作った人って俺思うんやけどね、絶対子供の頃の遊びが、あの銀色のボール転がしてコロコロして、あの迷路を脱出させるゲームしかなかったタイプの人や。もう一生それしかやってなかったろ。どっちから行きゃいいの。下か。わこ、これはどこだろう。俺今はあのヒロインみたいなやつの精神世界のところですね。こんばんは。どうも。これ多分下の入り口から入ってだーっと行ってワープポイントまで行って、そこからまた歩き始めるって感じやな多分。精神世界こんなでかかったっけ。わら、ども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 。いや、ここクソ広いっすよマジで。ふざけんなって言いたくなるぐらい。ローヒーローが回復の要なので、うちのパーティーは。うわ、やべ、ケルピーがやばい、殺す。じゃんじゃんオラオラしていく。ダメだった、これやばいな。こいつめちゃくちゃの麻痺とかバンバンやってくるけど、クソ厄介っていう。タルカジャカ、あ、いや、トラフル。モリモリ食らうけんな、このゲーム。クソがこだめくじなのはもうレブルースだけだわ。普通にぶん殴りで勝てる敵は本当に助かる。ナイトメアもうざいタイプの敵やから前もって仲間にしておいた。このゲームね、こう道中邪魔くさい敵を仲間に引き入れておいて、邪魔くさい悪魔を全部あの回避ワンパンで何やろ、同じ悪魔が仲間におったら話すだけで帰ってくれるけん。それで処理していくゲームだ。ここで左だな。ちょっと回復したいな。なんかさっき言ったとこやけど、玉返りマジで何のためのアイテムなん。回復の館で買って玉返りっていう名前のアイテム、どう考えても蘇生アイテムやろうって思ってめっちゃ購入してきたのに使えんけん、ふざけんなよ。怒りしかない。回復の館に寄付した金は戦闘で使えるんかな。戦闘中オンリーの可能性は確かにある。
なんだそのドラクエ5の復活の杖みたいな。いや、ドラクエ5の復活の杖は道中でも使えたか。無限ザオラル、あれずるいよ。このまま道なりに歩いていってワープポイントへ行く。まあ、今日はね、マッピングはだいぶ済んどるのでクリアは可能だと思われます。あと何よりも俺が全然眠たくないから、今の時間から始めておけばなんとかいける。ラミアも仲間にいるからパス、顔パス。いかにうざい敵を顔パスできるかのゲームやこれ。最近ちょっと分かってきた。自分が好きな悪魔を自由に合体で作っていいゲームじゃなくなっている。そんなセレブの遊びやね。だいぶ後半やわ。とりあえず威圧的に話しかけてみるけど、よしよしよし、カエルがいい。そう、こういう感じ。超高レベルになってきたら、もう喜んで竹見中田とかね、芝とかね、作りたいですけど。あの右の奥の一番奥へ入ったとこやな。こいつおらんけん、やばい。ダメだった。待て待て待て。殴り殴りのアハサンマ、これで死ぬ。めちゃくちゃ殴るじゃん。3回か4回殴ったな今。この前やった時は確かオロバスに島山さんが落とされて、回復手段がない件これ以上先に行くと全滅の可能性ありってことで帰ってやめたんよな。ほんとふざけたうまい野郎だ。見た目結構嫌いじゃないんやけど。はい、ワープ覚えとってよかった。はい、こっから全然マッピングが進んでないんやけど。結構広いね。結構マッピングおおむね済ませておきましたけどみたいなこと言ったけど、3分の1ぐらいあるんじゃないか。去っていくだけじゃなくてさ、マグネタイトと金をよこしてほしいんだよな。はい、こっから。でかすぎるっぴ。これ本当にやばいっすね。ここまで広いからこそ行くわよじゃないの、出たわねって。だが逃げる。なんだこいつらは、姿を消したっつってんのにめっちゃついてきてるよ。出たわね口調のやつ、だいたい襲いかかってくる。よし、これ見にくいわよって、行くわよって言って大体かかってくるけんな、あの喋りのやつは。説得が通用しにくい。でもいいペースだ。めちゃくちゃ歩き回りよんのに大した被害を受けずにここまで来れてるので、今日はね、ここのクリア間違いないですよ。たわね、行くわぞ。行くわぞっていう響きにいいっすね。まあ、行くわぞ、行きますわぞ。なにここ。三田さんこんばんは。はい、こんばんは。どうも、助けてくれたのね、ありがとう。いや、助けたつもりはない。は、え、助けたの。助けてなくない。待って、助けてなくない。いや、まだまだあるじゃん。ブラックオープスも何の意味もないけど、なやこれ、潰されとるだけやん。まだパンパン奥行かんといかんな。
るしよし、そうやってね、マグネタイトを吐き出してくれる。まだよ、焦っちゃダメ。やつがいい。まだよ、焦っちゃダメって言って、あれ、めちゃくちゃ金せびってくる女のセリフじゃん、それ。そういう女は、まあ、一応、持っとるもんは一通り、バーッと渡して。仲間には入ってもらうけど、めんどくさくなってきたら殺すやつですね。さあ、こう分かれ道がこう広いとね、嫌よ、ほんと。私は。まだよ、焦っちゃダメぞ。大先輩、めちゃくちゃ挟まってくるな。名乗るのいいな。歌うと襲いかかってくるけど。よし。現実世界でもアプデでどんどんオワコンになっていくブラックオプス4を誰か救ってマジっすか、届かぬ思い。なんかまあそう、重松くんがブラックオプス4ハマっとって、そのブラックオプス4女にツイッターでうざがらみをしよるみたいな、まあ、前々から言ってますけど、その重松くんと、その元々親交のある音ゲーマーとかが重松くんにブラックオプス4やろうって言って誘われよったんですけど、いや、ブラックオプス4面白くねえからやらねえわって言って返事されとったの見てめっちゃ笑った。ズバッと切るやんって言って。くさ。でまあ、あんまり評判良くなさそうな感じは確かにありますね。でもそれが正解。ダメなんすか。コールオブデューティー、うわ。コールオブデューティーやけん。割と一定のクオリティを保っているものだと思った。有名シリーズだから。よし。魔石を使って、ケチケチ行こう。最初は面白かったけど、アプデでどんどんダメになっていきますよ。アプデでダメになるのっても、なんかもったいないつうか何しゅんじゃって感じですよ。手たらくすぎる。なんかめっちゃ変になった。これまだまだ道があるってことやろ。いや待って、俺が分かれ道を行ってないだけ。とりあえず右折してそれから考えよう。分かれ道をあえて通り過ぎてしまったところがあったんだ。アプデで解約されるニコニコとは一体。ニコニコはほんまクソ。最近枠取るの手動で頑張りよるけんめっちゃ面倒くさい。 FME オートメーター3さんの更新待ちなんやけど、3月中にはちょっと頑張りますけど厳しいですねみたいな、お約束はできませんが頑張りますみたいなコメント書いておいて。強しぶきって言われてる人になぜかさらに強化入れてもうそれだけ使ってればいいんじゃないって感じのゲームだぞ。それはちょっと絶対ないですね。選択の余地がないゲームって、なんかいろんな選択肢を用意してますっていうのと見せかけて、実は選択肢が超狭いみたいなゲームってすごいもったいないと思う。あ、ちょうど道がきっちり埋まる形式でよかったぜ。ニコニコのアプデでまともだったものないからセーフ。どうもピエール三田さん。はい、どうも。その人あのピエール三田さんじゃないけど、またワープポイントかよマジ。やっちまったなおい。ピエール滝さんやったっけ。ピエール滝さん捕まったんじゃなかった、なんか麻薬持ってったかなんかで。ピエール滝が捕まってショックだぞらしいですね。てか俺ピエール滝さん何しよった人か実は知らんって。また物知らず自慢がおっさんって感じやけど、ごめん。ピエール滝さんって何しよった人やったっけ。名前はよく聞くけ。今のはフラグ立ててたのね。うん、フラグ何についてるの。すいません、私の理解力がなくていつもコメントの意図を理解できず、ちょっとなんかうんっていう空気にしてしまいますけど、本当すいません。目の前のことで精一杯なら本当に配信者としてどうかと思う。なんで麻薬で捕まる人多いよな。なんでなんやろ。なんで所持してしまうんやろ。ああ、なるほどね。しかもね、マップ埋まりませんでしたね。ちょうど行き止まり
ちょうど行き止まりであるという形式やったけん、一マス埋まってないところが分かります？このタレント、俳優、ちょうど真ん中の、今一番下の列の右の真ん中ぐらい。ああ、はい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 。はいはい、電気グルーヴはなんか知っとるの。昔流行っとったやつや。俺の、なんやろな、その流行りアンテナのもう一丁前の世代な気はするんやけど、姉ちゃんとかがよく知っとった気がする。ていうか、なんで大麻を、大麻、まあ、大麻に限らずか、その違法薬物をさ、ずっと所持してしまうんやろ。なんか仮にさ、てかなんかこの歯抜けな感じ、めちゃくちゃあのテトリスで失敗したかのような感じやな。すごいイライラする。いやまあ俺は大麻とか絶対やることないし、むしろなんかそういう大麻をこう買いませんみたいな感じで話振ってくる人が仮に知り合いにおったら怖って感じで関わりたくねーって思うぐらいやけどさ、仮に大麻を何かしらの間違いで手にしてしまったら焼却処分しそうやけど、水に流すとか何かこう心がけていきたい、何かしらで処分してしまいそうなんやけど、なんでずっと持ってる大麻を普段からやっていた清原か、あ、間違えた、前は笑い返して焼却処分は危なそう、まあ、なんかそれはそれでラリってしまいそうな気はしますよね。なんか爆音かなんかでそんなネタやるよったな。タイマーを焼き払いよる、バイク乗っとる時にタイマー焼き払いよる煙の中に突っ込んでラリっとるシーンがあってクソ笑った覚えがあるんやけど、なんでワープすんの。いやもうコマコマワープするマジやめてくれや。徐々にワープするまでの距離というか狭まってきようやけど、なんかねるねるねるねと混ぜてどっかの地面に埋めるとかな、脳の音持ってるのが一番なんていうかやばそうな気がするけどね。自分の身が最も危なくなる形な気がしてならない。あ？なんかまた一マス埋まってなくない？あー、ムカつく。まあええか、一マスぐらい。別に宝箱があるようなところでもなさそうだ。つうかここ宝箱がなんかどうもないらしい。まあでも芸能界なりなんなり、その大麻薬物ってなんかその有名な方のところにすり寄ってくるもんなんですね。怖いな。まあ俺は関係ないけど。なんか偉いことこと言えるけど、もしかして風が強い？薬物に頼らないといけないほど精神がやばいんかなってすり減っとんかなって思わんでもない。他にもいろいろ楽しいことありそうやけど。あ、やったー、優しい。ここなんか終点っぽくない？なんとなく思わん。この扉すごい終点の匂いがする。行くわよって、行くわよじゃねえんだよ。1体とか2体とかやったらもう無理やり殴り殺すっていう数の暴力。ぐる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 ってこう徐々に徐々に真ん中に来たけん、ここ絶対終点やろ。精神世界、ブラックオプス4とかいうわけわからんクソ女を助けた瞬間にこう精神世界から抜けてしまいそうな気がするけん、一応もし宝箱のところがあった
ったら困るのでという理由で埋めてないマス、まあもう一マスだけ埋まってないところとかはしょうがないけど、もうめんどくさいし、あそこまでは戻らんけど、近場の埋まってない道は埋めちゃおう。よし、こんなにも強く当たる。いかにもって感じの形してますわね。そうですね、ここまで A 型ですか。ここまで来てようやく、いや O 型O 型、真逆。なんぞこいつはよ。O 型もこだわるところはこだわる。でもね、あの血液型診断ってさ、なんかまあ根拠ないわみたいなこと言われるやん、よく。でも俺なんだかんだあれあるような気がしてならんわ。大雑把な傾向が。私はもう大型なんですけど、は？誰？こっちが終点じゃないよね、まさか。自分もあると思います。まあ、環境とか、こっち来といてよかったな。クレアさん。シスタークレアさんだったな、今の。あれ、あークレオは何をやっても話にならないんだった。トラフールでパッパと逃げれば。シスタークレアさんもよくマイクラやるよ。材の来たな。ジョーク、ウィズジョーク、ナイス。ダメか、この形式はおおむねダメだと分かっとった。こいつもな、経験値は安いんで、ね、うざ。行くわよじゃないんだよな、来ないで。行くわよしか言わない。よし、圧をかけたら逃げる。 OK、 精神世界ようやく終わりましたね。よし、うわキモ。え、ケツから。でもこれ女型なんや。荒くねみたいな感じなんかな。荒くねの発音違いみたいな。だいぶキモいけどな、デザイン。よーし、ガツガツ殴ろう。タルカジャ、タルカジャの氷殴りでいくわ。ってなんだその尻は。ケツの圧がやばいっすね。殴り殴りのタルカジャの、ラクカジャしても意味ねえな。ジオで動きを止めよう。まだ回復せてもいける。寝るな、うわ寝るな、待って。起きて起きて起きて。ヒップアタックやらせたらマルテナよりも火力でそう。懐かしい、マルテナのヒップアタックはマジで強かったですね。おいおい、ハメやめろ。ティアとか使っとくか。こいつマジで。でもな、ドルミナー複数おるやつがドルミナーしてくるのはすごい強いんやけど、もうずっとハマるんやけど、ただね、一体の敵に少々眠らされたところで大したことないよな。ただ一旦伸びるだけ。そうやって。まあ、ジオどうなんだ。ちゃんと見てなかったわ。感電、あのし、感電するんやな。じゃあいける。
うわ、おめえの方が早いんかい。起きろ起きろ。ちょっと待って、寝すぎこいつら。待って、めっちゃ痛い。つうか、アルケリー、殴りが数多いんやけど。なんでか、シマウマさんさ、寝すぎじゃねえの。回転受け寄る途中も寝てんだろ。だからメインで死ぬんだろ。いや、メインまでもいかんときあるか。昔見たときは卑弥呼で死によって。こんだけタルカジャやってんだからそろそろ死ぬべ。やばい。琴城主に行ったの今。よーし。めっちゃ経験値くれるじゃん。レベル3上がったんやけど、最高か？島山さんレベル上がった。よしよし、これで。せめて灼熱は抜けられるだろう。やったぜ。は？歩きで帰らんといかんのか、お前、なめとん。なんでお前の、もう正気を取り戻した女の精神の中を、歩いて帰らんといかんねん。どうなっとんや、この。トライストが欲しい。トライストあるんかな、このゲーム。トライストを、もし持っとるやつがおるんやったら、どうやったかな。デビ様やとケルベロスが持っとったような気がする。このゲームにもケルベロスはおるはずやけん。ていうか初期出てきたよ。あいつが持っとってくれたら。いや、なかったな、なかったな。なんか炎属性攻撃みたいなしかなかった。あ、マジで。あ、本当や。確かに全然変化しませんね。偶然という可能性もゼロではないけど。でも演歌消すぐらいやったら、せっかくやったらね、もうワープさせて瞬時に入り口とかに返してくれよって思わんでもないですね、本音言うと。戻して。そうそう、ハートの器とか置いとってまあダンジョンの入り口に戻してくれるっていう任天堂チックな緩さがあってくれると私としては嬉しい。ついでに埋めてないマス埋めて帰るから。任天堂チックなので思い出したんやけど、ちょいちょいその自分がね、配信をやめた後に、俺深夜にやめるじゃん、かなり。そしたら2時ぐらいからよく枠取り寄る方がいらっしゃるんですけど、その人が最近ゼルダの伝説ブルース・オブ・ザ・ワイルドやるよって、やりたくなってきたわ。スイッチ持ってないけんブルース・オブ・ザ・ワイルドはもう当分やることに ならんやろうけど。え、どこここ。せめてスカイウォード・ソードだけでもやりたくなってきたわ。いいね。やったことないゼルダ見るとすごいやりたくなってくる。スカイウォードソード自分もやったことないからめっちゃやりたいぞね。スカイウォードソードかなり面白いらしいんですよね。間違えた。どこここ。夢と同じように助けてくれたのにありがとうってというかあ、このシーンあれか、都庁の前の再現なんだ。なんで、いや、なんで助けとんのにこの女出てこんのさ、バカじゃねえのって思いよったんやけどそういうことか。都庁であの女が処刑されかけっていうのを助けたの忘れとったね、俺は。そういや、そんな話もあったな。ただまあ、俺スカイウォードソードで、まず、Wii リモコン2から買わないかんっていう時代遅れぶりなんですけど、やばない。自分でびっくりした。おろい。昔のリモコンしか持ってなくて、なんかどうもそれやとやれないらしい。スカイウォードソードに関しては、道合っとる、これ、本当に。ちょっと待って、本当に道合っとる。出口がわからん。待て、こんなことあっていいんか。やばい、早口オタク。いや、マジで早口オタク。え、これ道、は
どっから来た俺。ワープゾーンを思い出すのです。いや全部埋めてしまったけど、逆にどっち、俺がどっから来たかわからんなってしまった。どっから来たかわからんということは、どっちに行けばいいかもわからんということ。変に埋めにかかるんじゃなかったな。これ右？右ってここ抜けていく。任天堂ハードでやりたいゲームが意外と多いことに気づいてつらい。任天堂のゲームってやっぱすごいと思いますよ。面白いやつ。そう、任天堂が出して本当によく売れとるゲームっていうのはやっぱ面白いやつ多いんじゃないかなって。まあ、ゼルダは本当基本外れないと思う。その時のオカリナとかムジラに比べてどっちがおもろいっていうのは結構人によるみたいな。トワイライトプリンセスは個人的にちょっとだるいところが地味にあって、まあ、時のオカリナの方が面白かったなって思うことはあるんやけど、ミドナがクソすぎ、うん、違うミドナがクソ好きすぎて、クソすぎてどうする、逆だよ。てか、これさ多分やけど進行方向に戻っていきよるよね。そんな気がした。このまま、本当か、やばい、自信なくなってきた。ここから脱出するだけで一生が終わりそう。基本的には一本道っぽいところのはずなんやけどな。こういう分岐があると、はっ、どっちやったっけってなっちゃう。いや、一本道のはずマップが一回出来上がってしまえば一本道のはずなんや。なんやけど、俺がどっちから来たかわからんなったせいで、もう二択にはまってしまうというかね。こう道なりに来たから、じゃあこう帰ろ、こう帰ったらええと。奥まったところのマップゾーン入ったら帰れますよ的な。はい、しゃあ、任天堂ハードでやりたいゲーム、任天堂ハードでやりたいゲーム何がありますかね。具体的に言うと、まあ俺はゼルダが好きやけん、ゼルダやりたいなってのが何本かあるんやけども、それ以外って言われると、まあ、マリカーとかスマブラとかも、今は熱帯があるけん、ぼっちゲーってわけにもならんのか。64のマリオカートが、俺がね、もう任天堂のハードをまともに買いよったのが、まあ、64まで、一応 Wii は奇跡的に持ってはおるんですけど、ゼノブレイドとか。あ、ゼロブレイドはやりたい。ゼロブレイドはやりたいですね。めちゃくちゃ。今やと熱帯できるやつとかは本当64時代に比べると、こっちゲーをやらなくて済むだけ本当良さそう。いい時代になっとったもんや。俺64の頃スマブラの。なんだかんだスマブラとかスプラトゥーンも触り始めたらすごいハマりそう。そうですね。そうそう。それは本当に思う。何度も言うようやけど、コンピューターしか相手が昔はおらんかったけん、俺スマブラの面白さよく分かってなかったもん。だから友達があんまりスマブラ持っとるやつがおらんかって。で俺んちも友達を呼んでいい環境じゃなかったけん、誰か呼んでスマブラやろうぜってならず、まあ、一応勝ったはいいけど、本当は兄弟とやるつもりやったのに、こう兄弟がゲームやりまくるのが俺だけって感じやけん、おい、ここじゃねえんだよな相手してくれんなって、結局一人でやらざるを得なくなる。マリカーも退屈だったわ、あの時代。で、ゲームキューブは買わず、Wii はゲーセンの、友達ん家に、あとはモンハンとかもやりたいですね。あ、モンハン。
はあ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 。なるほど。でも、モンハンって今、プレステ4のやつとかで、ね、じゃないですか、ちょっとよくわかってないな。モンハン俺マジで一つもやったことがなくて、おもろいらしいとか、友達がやるよったな、そういやぐらいのことはわからんやけど。どのハードで出とんのかも定かではない。そしてどの作品が面白いのかもわからん。PSP の時にむちゃくちゃ流行ってましたよね。もうゲーセンで、ユビートとかが流行っとった頃に、おらっしゃ。ユビートとかが流行っとった頃に、なんかね、あとはよろしくやってくれ、ふふふ。うぜえな。あれ私生まれ変わってこの世界に来たのに他のこと。そうよな、こいつ死んだよな、確か。ICBM で消し飛んだんじゃねえの。なんでこいつ復活したのかよくわからない。ブラックオプス4が仲間に加わった。意味不明なんや、このパーティーの名前。ハードでしか出てないモンハンがあるんですよ。戦ったことないやついっぱい出てるから気になります。なるほど。ザワールド。ブラックオプス4装備どんなの？グレンのムチなんか4本持ったんやけど。グレンのムチと備前の担当も全部売っ払って、装備は別に変わってない感じか。で、ステータス。なんかね、島山さんとかと違って極振りじゃないけん、魔力極振りじゃないけん、なんか性能が中途半端で、こいつ、島山さんとキュービックが抜けた穴を全然埋めれてねえやん、使えん女やなって言って、思っとった。ディアラマの中途半端さもあり。見て思わん、なんかね、回復と攻撃を中途半端に覚えて、すごい使えんキャラクターになっとる気がする。いろいろできるけど、微妙に役に立たないみたいなタイプの女。構えよ。ダメだった。逃げよ。器用貧乏は悲しい存在。器用貧乏ってきついっすよ。音ゲーでも、音ゲーですら器用貧乏。なんで？ダメか。行くわよ女は嫌いだけど、ワーキャットちょっと喋りが可愛かったけん許しちゃう。待て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 、歩くな。一歩でも歩いたら迷う。あ？違うな、これあれだ。壁際まで行ったら落ちれるはず。違うわ。おめえよ、今日ちょっと元気があるけん、若干テンション高いな。右行って上行って、右行って上行って右行って、道なりに壁際まで行ったら落ちれるはず。よし、OK。音ゲーですらね、なんか器用貧乏みたいな感じで、俺5機種やりよるんですけど、チューニズムをもうほぼやってないけん、4機種か。なんかね、どのゲームもやってはへぼくなり、やって上手くなっては他のがへぼくなり、やって上手くなっては他のゲームがへぼくなりを永遠に繰り返しているので、かなり辛いですね。2つぐらいに絞ってどっちも上手くなっていくっていうのがおそらく一番よろしい。おすすめします。3機種以上はね、本当によっぽどめちゃくちゃやらんと全部維持するっていうことができず、思うようにいけませんよ。なんかあんまりこのゲーム一応やりよるけど、ぶっちゃけそんなにやらんでいいよなっていうゲームは、ね、やり込まないことをおすすめします。
チューニズムとか本当なんでやりよったんやろ。まあ今オーバーロードコラボみたいなのやりよるけん、またちょっとやろっかなって思ったんやけど、アニソン、好きなアニソンが追加された時だけ帰ってくるおじさん。よし。ワーキャット、メガテンやけん、この見た目やけど、なんか他のゲームやったら相当クソ、あざとい見た目してそうだね。やっぱ時代変わればキャラデザインも変わるって感じするわ、ほんと。よし。仲間にすると見せかけて帰ってもらうっていう。いや、仲間にはしたいんやけどなぁ。いっぱいやけんなぁ、つって。ん？待てよ。ちょっと待った。そんなことはどうでもいいんやけどさ。ブラックオプス4を仲間にしたからどうなるんだよ。困ったの。ストーリー上次何していいか全くわかんない。六本木かな？多分六本木にフラグが立って、待て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 って。まずは話してみよう。あまりやらないけど、判件曲のセンスはとても良い。話にならなかった。見てなかった。なんかね、そのコナミとかに比べると、ああ、入れるべきところはあるなっていう感じ。西に鬼はあるんやけど、あっこめちゃくちゃ敵が強くて、まだ行くところじゃないんじゃないかなって思うよね。で、六本木の話も前々から出とるけん、俺はちょっと六本木じゃないのかなって、順番的には六本木じゃないのかなと、俺は思っている。なんせね、めっちゃ強いんよ、敵が、ほんまに。びっくりする。こっちよりもレベル10以上強い奴らが出てきて、ゴスゴスに殴られるっけん。たまたまなんか、なんつうの、紛れ込んでしまって、ここなんやろって、ちょっと様子見して帰るかって思って、ちょっと奥の方行って、帰るときにほんと命からがらって感じやった。敵を仲間に、レベルが高すぎて敵を仲間にすることもできんけん、もう頑張ってなんとかあのマグネタイトをせびって、あとトラフーリで気合で逃げるみたいな。相手に先に魔法をやられて止められても、マヤになるし、殴られてもクソ痛いしで、たまらんかった。確か主典童子が出てきて、主人公とかが2、3発殴られたら死ぬぐらいの勢いやったね。多分、まだやと思う。六本木は六本木で、なんか、ボスみたいな奴らが、不在でーすって言って、進めんのよね。どっちが正解とも言えん。もうちょっと南へ行ってみよう。何行こうか。てか、マップ広くないか。白金台。白金台。なんか名前は聞いたことある。恵比寿。受ける前に魔法で殺すべきだった。オート戦闘みんな打撃でやるけん、ドラクエ5のみんな頑張れみたいな神作戦ないかな。頑張れか。はい、やったぜ。嘘ついたか。初見はコツです。はい、こんばんは。どうも。今のところどこが終わったんやっけ。渋谷か。渋谷が終わって次六本木かな、どうだろうみたいな感じでちょろちょろしよるところですね。あれ、今気がついた。これニュートラルに戻ってるわ。カオス
カオスルート直行やろなこれって思っとったんやけど、ニュートラルに戻ってるっぽい。このヤジロベイみたいなやつがふらふら左右に行ったり来たりしよると、ニュートラルらしいっす。属性が前は左回りやったんやけど、そんなローによるようなことしたっけ。じゃあニュートラルで行くか。初見プレイやけんニュートラルが一番無難なのかな。邪教の館じゃなくてね。まあでも合体できるやつがいればしたい。サンニアカーって前見たな。めっちゃ強そう。でデビルサマナーにこんな感じの魔王おらんかったっけ。一番最初の魔王これまだダメやな。適当にボスをぶっ殺してレベルを上げて、ちょうどそれぐらいの悪魔を作ろう。友好的に話しかけ武器を収め、メシア教徒と嘘をつき金をもらう。プラズマソードな、いらんもんもらったな。あれでも装備できたりする。多分ロー装備よな。無理か、やっぱ無理ね。カムドの剣はいける。あ、ギロチンアクス外れちまったやべ。でもカムドの剣強いな。いらんもん払っちゃおう。まずい、まずくなかった。大量におるときは話しかけようと思ったけど、一体しかおらんけんこいつ殴り殺したらよかったなって思ったんやけど、メシア教徒めっちゃちょろいじゃん。はい、こんばんは、どうも。アンコちゃんがハットプスに対応してましたね。あ、そうなんだ。まあ俺 NCV 使っとるんでアンコちゃんではないんやけど、でもたまに思うけどアンコちゃんの方が便利そうなんか最初に NCV を選んでしまったけん、そのままずっと使いようやけど、アンコちゃんの方がこう多機能なイメージ。これで枠取りができる。あー、枠取りは FMEA でやりよって。俺はねそっちで、そっちの更新が入ればって感じ。京都には教えられないよ。アンコちゃんで全部やってしまうのがいいかもね。両方使ったらどうですか。枠取りだけアンコちゃんで読み上げダンク部とかまあそれもいいかな。アンコちゃんがどういうことができるのかっていうのを知らんけん、昔使いよるものをそのままずるずる使いよるみたいな感じなんやけど、それがないと配信できないみたいな、結構切羽詰まらんと配信ツールとかも含めてね、買えないたちなんですよね。いやけどアンコちゃんの方が全体的に便利そうって感じたら変えてみてもいいよね。全然また調べてみますわ。ありがとう。ンク部と基本的なことは変わらないですね。なんかね、たまにそう、あれあれよ、その配信とかでよくやりよるけど、 SE 入れたりしたいんよ本当は。そういう機能とかも含めるとあんこちゃんの方が便利そうやなっていうイメージがあるんじゃけど、実際どうかわかんなくてね、まあ、見てみてなんぼやね。もうちょっとこういうのはとりあえず、 SE は棒読みちゃんだからランク部でも使えますよ。 NCV ね、登録がクソめんどそうやった。なんかググったらどっちも使えるのは知っとんやけど、すごい手間暇かかりそう。どっちの方が楽かなって思ってる。より楽な方を採用してる。楽で軽量なものがあるとベストって感じかな。さてとりあえず六本木に来たんですけど、六本木上の階あんま歩きたくねえやな。棒読みちゃんを連携させるだけなので。あ、そう。じゃあもう今のままでええか。
ですよ。入れるんかな。ここ状態異常食らいまくるけん嫌よな。毒とか直してやんねえぞ。めちゃくちゃかかるじゃん。上の階行っても結局ダメな気がするな。外出してまーすって言っていつもの感じで終わりそう。戻るか。いや、エレベーター行った方がいいのか。エレベーターまで行きたい。悪魔がおらん代わりにむちゃくちゃ罠が多いけん、うざいよ。ここか。外で何かが落ちた音がしたのだが、天気も悪いのに風も強いとかそんなんやめてくれよ。明日嫌やな。天気の悪い日ってそれだけで外出したくない？ダメじゃん。うわー、また無駄足か。ここ、何すりゃいいんだろう。ちょ、リセしよう。セーブしたよな。で、六本木に来とるけん、でもじゃあ鬼のおるとこ行ってみるか。絶対殺されるけどな、あれ。自分としては六本木が先だろうと踏んできたんやけど、本当に渋谷方面が先なのか。あんなレベル10以上高い悪魔がバンバン出るところ、まあ、レベル上げとしてはね、非常に効率いいとは思うんやけど、強すぎて秒で殺されるはずなんだから。ちょ。間違えた。これでカオス属性の悪魔じゃなくてもいけるって感じになったか。多分同時にパーティーに入れることはできないんだろうけど。間違えたな。いろんなやつをスカウトしよう。で、材料にしよう。くしゃみが出てあかん。せっかく回復したけんセーブしておこう。だいぶステータスが高くなってきたな、みんな。ヒットポイント300みたいなのがザラになってきた。
っちが入り口か。ここだ。一つダンジョンが終わった次の瞬間にここ行けって言って、あれ、あれここじゃなかったっけ。なんでやねん、なんでやねん。完全にドラクエレベルでね、こっち行けやってフラグ立ってくれたら分かりやすいんやけど。僕がその辺ちょろちょろしてないけん、情報が手に入りにくいというのがあるんやろな。いちいち新宿の地下歩き回って次はこうよって言ってバーとかにおるおっさんとかに話聞かんといかんの、なかなかきついもんがある。待った、ダメだダメや、こいつめちゃくちゃ強いのに。もうせめて一人でも荒くかじゃ。え、ガン逃げで行く？逃げ。なんでやねん。天狗とか出だしたの。お、なんでだよ。レベルが高いやつ言うこと聞いてくれなさそうやな、なんとなく。待って。待って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 。マハガンマを敵がしてくる時点でめっちゃしんどい。これ1ターンでこれ。なんならさっきの歩み寄ると見せかけてからの攻撃、結構エグいっすよ。みんなブラックオプス4、ああメディアが使えることだけは使えるな。あ、トラポートって何、ここまで帰ってこなくていいんすけど。なるほどね。メディアとトラポートは使えるな。なんか逃げ女として、あ、ここまで帰ってくるんや。最後にセーブしたターミナルの前に戻るみたいな魔法なんかな。じゃあトラエストはない、必要ない。仮にあったとしても俺が覚えとるトラエストの効果はダンジョンからの脱出なんやけど、デビ様の記憶。なんだこいつ、初めて見た。さすがに話してもしょうがないやろこんなの。恥用がある。恥用めっちゃ使えるんじゃないか、役立たず女やとばかり思っていたが、使えるじゃねえか、採用。金をせびるだけのガイア教徒たち。頑張って潜ってみるか。なんとなくそんなに広くはなさそうなイメージ。ここまでしか歩けなかったってことやな。ぶっ殺されるのが怖すぎて。金こそ正義。金は大事です。俺もなんか道歩きよって話しかけてくる人が無意味に金くれたらいいんやけどな。ガンガン痺れてくれ、感電して殴れ、勝てー。
ダーギリちょっと硬すぎじゃない？でも会話に失敗したら行くわよ、になるわよ。トラフーリを習得するしかないですね。これさ、普通に無理じゃない？なんか、なんとか感電させて事なきを得よるけど、これ単純にこのキジョっていう属性が物理に強い系か？普通のハンマーねえのかよ。まあ、ハンマー高えわ。タルカじゃむちゃくちゃ効果あることない。気のせい。いって、78もらったんだな。あと経験値の入り方が圧倒的すぎる。ここではないと俺の本能が告げておる。なんせ今ダーギニー1体であんだけ強いんやもんな。天狗5体とかにさ、ぶん殴られながらマハザンマ食らいまくったら3ターンで壊滅する。やばい。全力で魔法使っていかんとこっちが殺される系。マハジオで感電はめがいいでしょう。マハジオ強え。神魔法すぎる。普通に殴っていってマハジオ。避けたやつおるな。いて。90代はいて。1ターン試しに普通に殴ってみる。何これ何これ、何をされているのかわからない。むちゃくちゃ殴られていることだけはわかる。しかもパニックになっとるやけど。こいつ何をしてきているんだ。オート戦闘で見るとこの辺全然わからんけん、やめた方がいいな。ピアラマのドルミナーとかの方がええんかな。ドルミナーの方が安い。あ、でも当たんない。何やらつぶやいた。パニック、パニックボイスみたいな感じ。とは殴りでええよ。痛い痛い痛い。ちょい、誰か死にかけている。めっちゃ経験値くれるじゃん。すげえぞ、5000経験値もらう。このパワーやばいっすね。半端ねえこの経験値の入り方。たまたま迷い込んでしまっただけやのに、むちゃくちゃレベル上がって帰ることになるかも。まあ、ある意味助かると言いや助かる。今レベル37なんですが、デビルアナライズでこの辺の強さ見てみれば、ラクシャーさん48。やっぱパニックボイスか。で、ダーキー、マハラギオンがあるんやけど、やばいな、ここのやつらやばすぎる。確かやけど、そう、なんかダーキニーとラクシャーサしかデビルアナライズに乗ってないのは、強すぎて殺すことすらできずトラフーリで逃げ帰ることしかできなかったよ前は。確かやけん、倒した履歴みたいなのが残ってない。枯れると美味しいんやけど、強すぎて、主天童子とかもね、もう2発食らったら死ぬぐらいの勢いやったけ、逃げ帰ったんよな。
今回仲間も多いし、まあ端をはめで、1000センター重すぎるいいレベル上げにはなっとる気がしますね。あんまレベル上げをガツガツして先に進むっていうのは RPG 的には良くない気がするけど、お疲れ、酒どん同時ってめちゃ強かった記憶がある。何していいかわからんもんね。ここ四天同時めっちゃ強い、パワー、超パワー系。前来た時はワンパン百何十とか食らって、うわこれ無理やろって思って逃げるしかなかった。クソ強いよな。お疲れちゃんです。よし、たるか、いい役者も出てくるな。2体ならまだなんとか。殴れ殴れ、ガンガンマハザンマしていけ。間違えた、危ない。こいつがガンを打った時点でこっちの死が確定する。うえ、ちょっと待って向こうの方が早い。危ねえな。ラミア回復しといてやらんと何か。基本ヒットポイントマックス近い状態じゃないとゴリッと持ってかれるけどね。怖えわ。オロバスのタルカジャーに重きを置いていこう。お城主とかいらないのでは。他にタルカジャ4位を用意して今後に殴った方が早いような気がしてきた。こいつのマハラギオンクソ弱いな。めちゃくちゃレベル上がる。ほんとこの演歌ペースでこんだけ強い敵出てきまくられて、ああ出てきまくられると全然先進める気せんわ。どんどん強くなっていくのは気が狂うほど気持ちええんじゃ。ちょっと本来来るところよりも先に進んでなんかガッとレベル上がると他のところは絶対楽になるけん、あと悪魔を量産できるようになるんで、そこら辺は気持ちよさそうですね。本来行くべきルートに戻った時にうわークソよえーって言ってゴンゴンゴンって殴りまくってるっていう遊びはできそう。 RPG あるある、あのレベル上げすぎ俺つい危な。今スーファミのコントローラーに足引っかかってぶっこ抜けそうになった。ちょいちょいちょい、やばいぞ、俺マハザンマハメが来るんじゃねえのか。じゃとりあえず話してみようぜ。こんにちはって言って微笑んでみる。ダメだった、戦闘状態です。それどころではない。殴ってたるかじゃ、殴って向こうがマハザンマしてくるってことは残影反射されるんじゃねえな。ちょっとマハザンマじゃなくてザンマぐらいにしとこう。あとマハジオも反射される相手がおったらこっちの戦術というか戦うパターンも全部台無しになる。待って死ぬ、待って死ぬ、待って待って待って、マジで死ぬっていうか、なんで6体もずるくない、誰が死んだろ。しびれろ、
バンバン避けすぎ。一応ザンマは効く。66食らう。そいたすぎる。これ無理だぞ。バイちゃん。天狗って何属性なんだ。まあ、ハンマーとか効かねえ。むしろもうそんなレベルの話じゃなかったな。オロバスが死んだぞ。これは待って、島山さん絶対にしびれないで。あとなんか蚊がおる。ごめん、ちょっと待ってくれ。まだ春とは言う、春というには早すぎるのに、もう家の中に蚊がおるの、ふざけんなと言いたい。よし、やったぜ。なんでぞお前。これも無理やろ。姿を消したっつってんだろ。絡んでくる。ああ。姿を消したっつってんだよな。入らなかったぞ。ガード。これもガード。だからみんなガードか。島山さん以外はみんなガードって感じ。よし、ナイス。なんかバインドかかったらクソバカ女おるんやけど、なんとかしてくれこれ。使えんじゃんあれが。なんか右が入らなくなってきた。どうやって直すんだっけ。パライズアーマヒア剣違う。あ、どうすんだ。なんか直す魔法、パトラとかそういうのが。あかん、これ。ブラックオプス4のクソバカが早く治ってくれんと死ぬしかない。たったこれだけしか進んでないのに。どう考えても無理やわ、ここ。やばい。お話ししましょう。行こう。フォッフォッフォ。助かります。ちょっと何やこいつは。これ近づいてみるか。あー、どっちでもダメやったろうな、これは。いてぇ。4人がかりでこれはクソ痛すぎる。なんとか。どうも打撃型っぽいから。トラフーリ。頼む。よし。でもここが無理なんやったら、じゃあ次どこに行くんだろうか。六本木しかないんやけどね。今のところ。やっぱ六本木か？六本木で、なんかこう、アリスを保護している奴らがおるけん、結界が張られているみたいな話やったよな。だからどうしたって感じなんやけど。こっちちょっと言い武器とかない？何この道。いかん。行くわよしか言うことがねえのかこいつら。マジでこいつら行くわよしか言わんけど、っていうかほんまマジブラックオプス4いつになったら治ろう。これ何、ただの行き止まりか。
あんまり広くはなさそうなんやけどね、ここ。その代わりクソ敵が強い。こいつ一回一人だし、殺してやろう。まひれまひれ。よし、まひっとるおっさんとか何も怖くない。避ける概念何なのか。というか一回ぶっ殺すことによってデビルアナライズに乗せておきたい。あ、治った。おせえよ、もうあと何本かっていうレベルやん。でもこの魔法むちゃくちゃ便利。ブラックオプス4がパーティーから抜けたらたまらん。てかね、何よりも、あ、今日もやめますわっていう時にこれ神や、この魔法。いついかなる時でもやめられるじゃん。時間調整失敗ってことがなくなる。せめて次どこ行くかが決まるまではやりたいんよな。もっと早く来てほしかった感。確かに。モコタに怒られた時も安心。そう。ダメだよって言ってもあと1分半しかないけん。その怒られは聞き入れることは無理ですが。絶対間に合う。ゴズキが確かレベル38じゃないや9やけん仲間にできなくて一人ってなんだっけ、キツネかレベルがむしろ下がる。同じ仲間がいるようだな。俺一人いてまだ連れとったっけ、まだおるんか。なんか別のやつにしよう。コズキは無理やな。無理よな。39よな。うん。茨城領事いけるんじゃない？いらんゴミを、ゴミをくっつけた結果みたいな感じで。いいのが生まれたら熱い。パワーは天使系のやつやけんダメ。なんやけど、レベル何もだっけ ?40。タルカジャラクカジャとなかなかバランス良くて欲しいっちゃ欲しい。ダメだよ、ちゃんと夜は寝なさい。確かにな。いや、ほんと、次どこ行けばいいのか教えて欲しいレベルだ。バビニクリリムをついに使う時が来たか。じゃあ茨城道士さんよろしくお願いします。強そう。女方3体おらんなるの結構寂しい。しかも生まれるのはおっさん。愛媛のケンケン氏さん、こんばんは。はい、どうも、こんばんは。どっちかっていうとカオス寄りの存在ですけどね。昨日も今日も愛媛県のおっさんのクソコラを作ることに心骨注いでおった。いやけど配信しようと思ってやめました。ナンバーガラージャはまだ無理よな、レベル40代。なんなんですかね、あれは。あ、でもそろそろ作れる。あれとおっしゃいますと。亀の話。失礼、鼻が。
軽くスンってやるだけだったらまだいいんだけど、ズズズズズズってやるのほんまやばい。チルルクは強いんかな。マハラギムド、マハラギオン、性能は結構中途半端に感じる。シュルルックって喉越しが良さそう。おっさんは亀のことじゃないんですか。おっさん、どういうこと。あ、茨城どおっさん、ん、ちょっと待って、俺がまだ理解が及んでないな。これ女型の悪魔3体使って茨城童子っていうおっさんができるの嫌やなみたいな話をさっきしようって。それとはまた別か。亀の甲羅干ししよるところにおっさんの顔が浮かんでくるっていうのは、あれはその話をしよるのであれば、あれあれ、今でってやつと俺がよくこうキスケでクソ邪魔、キスケでクソ邪魔っていう道正っていうおっさんがおるんですけど、結構強くなったな。そのおっさんのおっさんの顔を浮き上がらせとるだけっていう。道正なんかググったら顔出てきたわ、びっくりした。ボーリングかなんかの大会に出た時にちょこっと記事があったらしくて、普通に顔面出てきてびっくりした。だいぶレベル上がってきてちょっと合体が楽しい。バーチャー、バーチャーっておったよな、あれにも、デビ様にも。こいつも天使か。マハラギオン、メディアラハン、リカームドラ、だいぶ強いな。でもリカームドラって確か、メガザルみたいな魔法じゃなかったっけ。あんまり使い勝手は良くないな。ブアーチャーって可愛いイメージがあったけど違った。ブアーチャー普通におっさん系悪魔、ん、おっさん系天使っていうイメージ。ネズキの方が強いのか。はてなかよ。悪魔のドット絵描くの楽しそうだな。ドット絵でも、ドット絵やと結構ね、あの体のパーツ使い回しがやっぱ多いけん、なんだかんだ言って、言ってプレステとかサターン以降の普通にメスガキに見えたことを懺悔します。牛丼プルダクで書き分けしとる方がいいと思う俺はね。デビ様は全部の悪魔が見た目全然違うけんすごい好きやった。メス牛丼トゥルダクでもメズキがメスガキにもちょっと嫌いじゃない。やっぱ容量が足りんせいで色違いになってしまっとるの結構もったいないなって思う。まあ仕方ないんやけど。一旦六本木に転送だけしておいて、必要な悪魔を召喚してセーブって感じか。新宿に行ったりせんといかんのかな。茨城道士よ。普段からメスガキ四天王序列第3くらいの女を見てる弊害ですね。メスガキ四天王序列3位って誰だ。意識生き返っとるけん読んどこ。だいぶ見た目がパワー系になったな。前まであの女の子っぽい悪魔しかおらんて。目が点滅するのはさすが。その名をナトリサナという。ナトリサナさんメス書きしてんのっていう肩書きがあるんですか。やっぱ全然メス書きのイメージがないんですけど。メス書きのイメージっていうとあれ、ここグリムアロエみたいな、ああいう感じやと思っとった。ありますあります。なんなら本人もネタにしてることあります。そうだったのか、知らなかった。前まで誰だっけ、リリムと
ヤクシニーとブサールカとラミアみたいな女型の悪魔ばっかりやったんやけど、今連れとん見てもうほんと汚らしい。これとこれとこれや。ちょっと相当空気変わったな。なんでこんなむさいパーティーなんや。合わざればこんなことになってしまうなんて。てかほんまマジでアリスとかに話しかけてみたらフラグが立ったりするんだろうか。六本木ほんと何のためにやるんかわからんのよな。この3匹待ち椅子に座らせとけば人寄ってこなさそう。グリムアロイはマスガキ四天王序列第2くらいぞね。1位はあと4位は1位4位はどの辺になるんですか。というかグリムアロイと名取サナさんが同じ序列に並ばれるんですね。そこにまず驚き。やっぱりや、これがフラグだったわ。やった。俺の読みは正解だった。いや、まあ普通気づくと思うけど。普通気づくと思うけど、もっと早く。なんとかこれやなっていうのがあってよかったですね。1くらいは虫キングの鏡てな、4くらいはボンバーガールのアクアですわね。あー、虫キングってなんかそうか、はい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 、ありましたね。なんかめちゃくちゃ陰謀書かれまくっとった子でしょ、一時期。ツイッターで結構見たわ。虫キングのキャラ今こんなんなんやって言って。ボンバーガールのアクアっていうと、声がサターニアのくせにみたいなキャラクター。サターニアのくせにっていうのもあれか。吸血鬼のやつ。あ、ここじゃねえ。セーブポイントどこや。いや、ここじゃねえ。絶対こっち。さっき転送してきたんやもん。違う。戦闘に並んだけマシやけど、ほんとどんだけ俺本校落ちな。ここか。じゃあ。まあでもね、やること決まりましたわ。ということで、今日は終わりやな。終わりにしよう。1時間39分で、割と今日は比較的コンパクトな枠になったかと思います。入り口のすぐ左のマスかな、多分。ボツですわぞ。お疲れ様でした。まあ、これぐらいの配信時間がね、多分いい具合やと思うんです。なんせ前にその最近の VTuber はゴミみたいな感じでめっちゃキレとった人、誰さんやったっけ、名前忘れたけど、なんちゃらの、なんちゃらのクジラさん。曰く、YouTube で、まあ、これ YouTube にね、アーカイブあげようんやけど、俺がこう記録として残りしたがりやけん。YouTube でこう何時間ものアーカイブの動画はもうゴミにも等しいみたいなこと書いとったけど、極力、なんで迷ってんの。マジでありえんのやけど。なんで迷ってんの、意味やからん。右の奥のところが。こっちやな。はいはい。でもなかなか今日は進めたけんよかったわ。進みたいことをちゃんとやって、ここまで行けましたっていうのがね、ちょ日本語おかしいね。ここまでやろうって思って、綺麗にやれたのは素晴らしい。はい、じゃあ、おやすみなさい。終わりです。バイバイ。今日も早口オタクだったな。フル早口オタクやったけん、次回ゆっくり喋るように気をつけたい。